はい、皆さんこんにちは。今日もサブシステンスやっていきたいと思います。季節はですね、現在2月ということで、氷がちょうど溶けた時になります。ここまでですね、冬はほとんど外出れませんでしたので、いろいろと資源とか集めました。発電機の方は2基作って発電量を2倍にしてあります。現在ですね、電力が1600、そして質量の方が223ですね。223まで貯めてあります。電力の方ちょっとマイナスですね。発電機つけて電力増やします。今日はまずですね、こちらの方ピッケルを作ってみようかなと思います。切り立った岩の斜面や氷の壁を登るということで、水晶の方がありますので、水晶を使って、であと金属もあったと思いますので、作っていきましょう。あとなんだ、あとは金属の破片と電気ですね。まず1600なので、そこまで時間はかからないと思いますので、とりあえず電力の方を貯めましょう。さあ、電力の方貯まりましたので、ピッケルの方を作っていきます。よし、これで OK。だいぶ水晶の方が少なくなってきましたね。6個だともうちょっと太陽電池の方、ソーラーパネルの方のアップグレードもできませんので、まあ、少しもう一度ですね、洞窟に行って、どうしようかな。水晶の方を取りに行きましょうか。ピッケルがちょっとないので作ったりとか、あ、ピッケルじゃない、これですね。なんだ、ツルハシですね。ツルハシがなかったりしますので、ちょっと作りましょう。あと、ピッケルも、なんだろう、作ったばっかりですけど、どうだろう。水中洞窟で使うアイテム使ってるの、ひょっとしたら必要かもしれないので、奥進んでいくと必要かもしれないので、これも持っていこうかと思います。ではですね、ちょっと武器とかもいろいろ厳選しながらですね、準備していきましょう。さあ、もうすぐ出るところからですね。前回右の方行きましたので、今回は左手行きましょうか。そして装備を、そういえば紹介するのを忘れていましたね。とりあえず一旦上がりましょうか。よし、これで OK。さあ、まずはちょっと陸地に上がりましょう。さあ、これでもうちょっと酸素の方はいりませんので、こちらの方で防御力を高めていきます。戦闘用ベストですね。で、武器の方はこちら、リボルバー。弾がいっぱいあったので、引き続き持ってきました。ショットガンは連射できるタイプを持ってきています。水は水筒をとりあえず1つ、あと普通のペットボトルの水を作っていましたので、こちらを10個、さらにベリーウォーターですね。これを余ってたの全部持ってきました。食料の方は、タンパク質はプロテインバー、そして野菜の方はジャムを作ってありますので、ジャムを食べていこうと思います。あと、コウモリがいましたので、感染するか分かりませんが、解毒剤の方を持ってきています。落ちた時のために、一応、添え木の方も木材がここはないんでね。持ってきました。さあ、これでとりあえず行きたいと思います。よし、とりあえず今日は左手沿いに行きましょうか。ここから行って、ハンターの拠点が、ちょっと待って、早速いるぞ。ハンター、危ねえ危ねえ危ねえ、危なかった。ハンターの拠点は前は右にいたのに、今回左なのか。やばい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 、ちょっと待って待って、移動してるのか。ハンターの拠点が移動してますね。ただそこの位置なら回り込めばなんとか迂回できるかな。あ、石炭が早速ありますね。よいしょ、石炭があるけど、これは取らずに行こう。いやー水晶もあるな。水晶もあって取りたいんですけど、ちょっと見逃していきましょう。前回はここの上あたりにハンターの拠点があったんですけど、変わっていますね。そこそこハンター強いので、できたら光線は控えたい。よし、ここのは取れるかな。この水晶取っていきましょう。よいしょ。さあ、もうすぐハンマー壊れるな。で、ここから、よいしょ。回り込めば、うまいことハンターを抜けれると思います。
石炭はね取ってる余裕はないので、あ、いますね、ここにいますね、やばいやばい、結構近い。そして、ああ、そう、コウモリいた、コウモリいた、全然気づかなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、銃で行こう。で、止血していくか。止血はスルー。どこ行った？あ、ちょっと羽の音聞こえなくなりましたね。大丈夫かな？いきなり攻撃されましたね。よし、水晶取っていこう。やばい、来てる来てる来てる、どこだ？どっかはわからない。あ、いたいたいた。ダメだな、倒せない。よし、倒した。あ、そして、やっぱり感染した。使っていこう。ああ、もう早いな。まだ、まだ始まったばっかりなのに、使うことになってしまいましたね。ああ、くそ。よし、これで OK。とりあえず、コウモリは終わりましたね。よし、ゆっくり行こう。さあ、水晶取る。よし、ああ、壊れた。さあ、これで、おそらくですけど、ハンターはかわして、あそこですよね、きっと。うん、ハンターの場所があそこなので、これでいけると思います。よしよしよし。で、この正面が左手沿いだと思いますので、よし、これで大丈夫。さあ、水晶取っていこう。水晶取っていきましょう。体力の方が56か。まあ、歩くうちにある程度回復すると願っていきましょうか。ああ、最初のもう序盤からこんな状態で大丈夫かわかりませんが、行きましょう。さあ、これで行く。リンですね。あれはリンです。よし、これで取っていこう。ハンターは、確かここハンターキャンプ2つくらいあったような気がするんだよな。リンも取ってと。よいしょ。コウモリも気をつけないといけないので、羽の音聞こえたらコウモリ警戒していきましょう。さあ、ここもいないよね。いない。 OK。 おっと、水晶取っていこう。しっかりと取っていきましょう。アップグレードしないといけませんからね、いろいろ。さあ、水晶ゲット。ここも水晶だね。ハンターはいないよね。ハンターいるとちょっとめんどくさいんで。よし、いない。OK。さあ、これで水晶を取っていく。さあ、下ってる感じですね。洞窟内はさらに奥へと行く感じになっています。今のところはいない。ハンターいないよね。大丈夫そう。さあ、リンがある。これ大丈夫かな？ツルハシ2つで足りますかね？いっぱい思ったよりあるな。よいしょ。これで左手沿いにずっと行きましょう。さあ、ここからは、コウモリもいない。OK。さあ、ここを降りていく。あ、やばい。ハンターいるね。ハンターいますね。ただ、左手の方なら、そんなには絡まなくて大丈夫かな？あ、いないね、いないね。OK、OK、OK。さあ、このまま行きましょう。左手の方を伝わっていきます。さあ、どんどん下に降りてる感じですね。よし。さあ、この奥はどう？ちょっと待って、いた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 。ハンターいたよ。そう、なんてこった。きついな。あ、包帯巻いて一応体力も回復しておきましょうかね。なんてこった、こんなとこにいるのか。あ、思った、あれ、ここ拠点ないのにな。木の方がいきなりいっぱいあるんですけど、まあいきゃ枝作っておくか。もし骨折した時にもう一個作れますね、添え木の方が。ここキャンプないのにな。めちゃくちゃ歩いてる。ひょっとしたらもうあれか。焚き火がなくてももうハンターいるのかもしれませんね。おっと、危なかった。やっぱり必要なのか。さらに進むにはクライミング用品が必要です。あ、嘘だ。そしてハンターいる。ハンターいる。え、これどうやって降りるの？やばいな、これ。多分、ピッケルを使って降りるんだと思うんですけど、これ明らかに上から倒せるのか？
よいしょ。あ、それが壁を伝わっていくべきやったのかな。あ、少し時間がかかりそうですが、ギリギリのところでハンター倒していく感じにしましょうか。さあ、ハンターがいるのが分かってるんですけども、全く出てきませんので、とりあえずもう進んでいきましょう。どうすんだこれは。ピッケルを、あ、いいか。E で登り始めるってなってますので、E で動いていく。これちょっと奥の方まで行きましょうかね。いやー、怖いな。ハンターどこにいるんだ？あ、いますね、いますね。いやー、そんなとこにいるのか。あ、これ、どうしよう。本当に、降りたら即撃たれるやつですよね。できるだけ離れるか。そして、徐々に降りていこう。さあ、これ降りれますかね？降りれる。あ、いなくなったハンターどこだ？こっち側。下下がるか。腕しか見えないから、こっちも今どこにいるのかがわからない。さあ、とりあえず、溶岩見た。あ、溶岩ですよね、やっぱり。ここの正面ぐらいに降りたいところなんですけど、降りたら即戦わないといけませんよね。ハンターがどこにいるんだろう。あ、嘘だ、嘘だ。真下で待ってる。真下でハンターさん待ってる。ちょっと待ってよ。どうしようかな。ちょっとずつ降りていくか。でもな、一気に降りないと、射程圏に入っちゃうんじゃないか。あ、ここまでしか行けない。しかも、下降りればまだ行けるよ、こう。行けますかね。できたら、石の台のあたりぐらいで着地したいんですけど、あれ、ハンターさんいなくなったかな？諦めてくれた？さあ、ちょっと降りていきましょう。よし。さあ、怖い、怖い、怖い。よし、こっち側に行く。さあ、どうだ？ハンターさんいる？いない。さあ、降りていきましょう。一撃はちょっと入れちゃったんでね。相手の HP、あ、ここどうだ？ダメだ。進めない。横に、あ、そして熱いなった。え、やばいぞ、これ。足元ない。足元なかった。足元ないから降りれないじゃん。まあ、ハンターさんいましたよね。いやー、参ったな。これ本当にどうすんだろう。こんなのありか？降りる場所にハンターさん待ってる。ああ、嘘だ。嘘だ。無理だ、無理だ、無理だ。これどうするの？本当に、本当に、これどうしたらいいの？ちょっと待って、待って。これ使う。よいしょ。止血もしよう。よし、危ない。こんな一方的な展開でやられるの？あ、これはきついな。早く降りよう。早く降りよう。早く降りたい。早く降りたい。どこからなら着地して大丈夫だろう。ここもう高さ的に大丈夫かな。よしよしよし。ここならもう、ああ、降りた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 。よいしょ。そう。外した。いや、外した。うまいな、このハンカー。やばい、焦ってるのかな。落ち着こう、落ち着こう。よいしょ。よいしょ。あ、硬いな。よし、危なかった。あ、これで OK ですね。ちょっと弾めちゃくちゃ使ってしまいましたが、なんとか倒しました。よし。さあ、そしてめちゃくちゃ熱いですね。体力、食べ物をこうちょっと取っていくか。で、水ですよね。水筒の水から飲んでいこう。最悪これは邪魔なら捨てていきましょうか。あ、間違えてセーター着てきちゃった。セーターちょっと脱ぎましょうかね。靴もいいかな。まあ、防御服ちょっと欲しいんで、このまま行きましょう。よし。ああ、そして火山か。このまま進んで、とりあえず行きましょうかね。困ったな。これはきつい。さあ、ここ火山。あ、水晶あるな。水晶だけ取っていくか。水晶ゲットしていきましょう。めちゃくちゃ暑いね。39度です。よいしょ。さあ、これで水晶を石炭ですね、これは。いやー、それにしてもあんな降りた瞬間ハンターとかどうするんだろう。あそこにキャンプがない時とか狙っていかないといけないのかな。さあ、とりあえず今のところは、大森さんとかも大丈夫そうですね。よし、羽の音も聞こえません。水晶あるので取っていく。ああ、まだか。まだ溶岩続くんですね。大丈夫だよね。コウモリさんいない。よし。さあ、取っていきましょう。よいしょ。さあ、これ取っ
で石炭か、石炭も一応取りましょうか、せっかくですからね。石炭も取る。よいしょ。さあ熱いってなってるからな、水が結構必要になってくるんですよね。飲んでいきましょう。こまめに水分補給と。夏だなこれは。あとはいないよね。いないいないいない。よし。さあ、あー結構下の方まで来たってことかな。溶岩あるんで下の方まで来たってことか。あ、ちょっとまた登り始めた。あ、箱ある、箱、箱があるぞ。箱を取ろう。あ、違う、これも壊すやつか。箱壊します。お、びっくりした。これで OK。 あー、水とインゴット、インゴット、拠点はもう仕方ないや、拠点は仕方ないけど、インゴット出るのここ。橋を渡る。上の拠点が攻撃されてますが、そんなことを言ってる場合じゃありませんね。あそこにも、あるのか。あ、ちょっと、コウモリさんが怖いし、この中に落ちた、そっちかな。あ、それもちょっと怖いですね。水晶取っていきましょう。よいしょ。さあ、取っていく。さあ、どんどん奥行かないといけませんね。こう渡って、おー、危ない危ない危ない。コウモリさんはいない。大丈夫。よいしょ。ちょっとずつ進みましょうか。コウモリさんいないですね。羽の音、あっと。ちょっと待って、なんかいるぞ。いますね。ハンターさんがいた。待ってよ、もう。ハンターさんいて、どうしようもないな。これ、あー、見つかった見つかった。しかも見つかった。よいしょ。よいしょ。あ、もう一回、もう一回来た。やばい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 。やばい。リロードしないと。そして体力を回復。よいしょと。もう仕方ない。使っていこう。ガンガン使っていきましょう。よし、二人目。あと一人いるはずだ。よし。ヘッドショットかな、今の。ああ、危なかった。大変ですね。洞窟、なんで洞窟にハンターいるんだよ。さあ、ちょっと倒したやつのアイテムをゲットしていくか。よいしょ、カバン。しかもちょっとしょぼいのがね、残念ですね。あと1人は奥に行った。弾はどうだろう。弾27発ですね。まだ大丈夫。いやー、やばい。あとどれぐらいいるんだ、ハンター。さあ、ブルーベリーウォーター飲んでいきましょう。よいしょ。あー、怖い怖い。さあ、これで、このまま、ああ、またか、また拠点か。拠点帰ったらないとか、ないよね。水晶取っていきましょう。あ、黒水晶。なんだ、水晶2種類あるの。よしよしよし、とりあえず行こう。いやー、やばいな。こんだけ広いの？めちゃくちゃ広いんですね。やばい、どこまで行けばいいんだろう。帰ってこれるかな。さあ、ちょっと奥の方までさらに進みますが、やばいな、もう焚き火がないハンターが多い。焚き火がないぞ。あー、まだ下あるのか。よし、仕方ない。もうここまで来たら行くところまで行ってみましょうか。降りていく。さあ、どこまで行くの？ハンターいる？ハンターいない。ハンターと、あ、ここにも水晶が、水晶があるけど、大丈夫？取って大丈夫？よいしょ。水晶取っていきましょう。これは普通の水晶かな？なんか黒水晶は横に広かったですね。怖い。弾は補充してありますね。大丈夫。ショットガンもある。よいしょ。さあ、どこだ？大丈夫っすかな？ハンターめちゃくちゃいっぱいいたら困るな。そしてちょっと焦って、体力の回復が、ボタンが、ま、押し間違いますね。まだ大丈夫ですね。よしよしよし。今がどこだ？いない。こう突き当たり。あ、箱がある、箱が。箱あるけど、周り一応確認しながら行きましょう。よいしょ。いや、地下の箱はめちゃくちゃいいの。おい、待って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 。あった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 。やばい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 。
ねえ、なんてこった。またいるのか。しかも一人じゃない。よいしょよいしょ。5番。あ、まだまだいたな、まだいたな。よいしょ。さあこれで OK かな。違う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 。よいしょ。もういない。2人だけかな。やばい、ちょっと焦るのは危険だな。ついていかんと。そして何かが飛んでったな。これなんだろう。あ、持ち物がもう持てないのか。これちょっと使い差しのやつを捨てて、手前のやつなんだ。あ、戦闘用ベストを拾った。あ、戦闘用ベストが壊れたのか。なんてこった。それでか、危なかった。これは落としちゃダメだな。何かいらないものを捨てないと結構きついですね。リン、カリウムかな。カリウムはいらないな。捨てていこう。いやー、マジか。酸素ボンベはいらない。よし、これで OK。やばいな。これで防御力がなくなったってことですよね。いやー、どうしよう。スイートを捨てていくべきかな。少し荷物に余裕がないと、厳しいですね。火をつけるやつとかいらないかな。こんな感じか。さあ、これで、とりあえずは、よしとしましょう。釘もいりませんね。羽もちょっと捨てよう。よし、ちょっとこれで大丈夫かな。最悪、これもいらないな。さあ、ちょっと洞窟を汚すような感じで嫌ですが、このまま行きましょうか。ベストだけは絶対に落とすわけにはいかない。いやー、マジか。あんた、あれ、クライムするどこ？あ、これ、そして、なんでおった。拠点がめちゃくちゃ攻撃されてる。こんな時に限って。さあ、とりあえずこれ登ろう。いや、登りは大丈夫だよね。上にハンター待ってるとかないですよね、きっと。こっちだよね、きっと。あそこに向かっていけばいいのかな？いやー、やばい。これは大変だぞ。さあ、とりあえず、このまま行きましょうか。ハンターさんいないよね、大丈夫？上に登っていけないハンターは、まずい。おっと、ちょっと待って、登るって何これ。登る。あ、これそういうことか。うわ、怖い怖い。あ、登っていきましょう。あ、あれか。気温がちょっと落ち着きましたね。よし、これで大丈夫そうだ。飲んでいこう。よし。さあ、これ包帯をこっちにしといた方がいいかもしれない。黒水晶が1個しか見つかってないけど、どうしよう。これあんまりないですよね。あとは大丈夫？もっと本当は黒水晶探さないといけないのかな、これ。さあ、ここからは普通のところに戻りましたが、何が潜んでるのかがわかりません。さあ、いないな。何もいないよね。とりあえず、左手沿いからちょっと右手沿いになってしまったな。あ、川があるので、ちょっとこの川沿いに行ってみるか。いない、いない、いない、いない。よしよしよし。アイテムも何もないな。さあ、ここ右手沿いにちょっと変わってしまいましたが、どちらかの壁に伝わっていこう。ないな。推奨すらない。さあ、とりあえず、あ、やばい。ハンターキャンプある。ハンターキャンプある。ちょっと待って、やっぱり左手沿いだ。これはダメだ。右手沿いはきつい。いやー、ハンター強いんだよな。さあ、洞窟ハンター舐めてたら死にますね。左手の方に行く。よいしょ。左手の方もハンターキャンプがあったら終わりだな。あ、また降りてってる感じですかね。待って、これ、あれ、戻ってたりしない？戻ってたりするのかな？ここの下は終わって、できるだけ上に上がるような感じでいきましょうか。迷子になってる状態です。よし。さあ、いないぞ、いないぞ。あ、何もいない。あ、ここ、あ、ここ、すごい。まだ作られてないのかな？封鎖された場所がありますね。
ああ、こんなになってるのか。あ、キノコか。キノコ。ここも何もありませんね。いやー、これ上登った途端何もなくなった。ああ、リンがあった。リンだけか。よいしょ。これ火山のところかな。火山が一番いいアイテム落ちてるのかもしれない。箱と黒水晶ですね。あ、そういうことか。火山のところに行っていっぱい集めとかないといけないのか。あ、やばい。そしてハンターのキャンプがある。さっきのやつかな。ちょっとまだ大丈夫そうですね。まだ距離はあるので、戦うことはない。よしよしよし。リンがあるけど、ハンター来る可能性あるので、避けましょう。ああ、やばいな。絶対これハンターと戦わないといけないやつだ。困ったね。あ、大丈夫？左を駆け抜けていけるかな。水晶は取りたいけど、取ってる余裕はありません。撃たれても逃げるっていう手が最終的にはあるんですけどね。ああ、怖い。弾は22発。ショットガンは31発ですね。あとはなんもないね。いやー、これ結構近いですよね、キャンプと。これ絶対いたら見つかるやつだよ。しゃがんでいくわけにもいかないしな。あれ、正面にいますね。動いてるもんな。こっち来てる？こっち来てる？歩いていくか。よし、ダッシュで逃げよう。このまま逃げよう。お、水がある。潜れる？あそこ。潜れる場所なのかな？あ、嘘。洞窟だ。これだ。洞窟だ。潜るんじゃなくて洞窟だ。来てない。OK。さあ、まだちょっと上に登り始めましたね。潜れるかと思ったんですけど、もう一回上に登る感じみたいです。よしよしよし。ここは何もいないよね。この洞窟で待ち伏せされてたら確実に戦闘だ。ああ、いる。いる。さあ、これ、ああ、もういる、いる。ここにいる？そこにいますよね。ああ、二人いるな。二人いますね。いやあ、これどうしよう。もう先手で行くか。先手で一発打ち込みましょうかね。一匹ずつ来てくれるとありがたいんだけど。さあ、ここに来たやつから行きましょうか。こいつを、あ、見つかった、見つかった。よいしょ。とりあえず、こいつから行こう。どこ行く？よいしょ。来たかな？来ちゃったかな？出血をしようかな。7番と。よいしょ。違った、違った。これじゃない。6番。よいしょ。止血して回復しよう。5番と。よいしょ。回復しながら倒していこう。来ましたね。硬いな。硬い。やばい、危ない危ない危ない。なんてこった。矢もいい矢を使ってるのかもしれないな。むっちゃ上まで逃げていったし。さあ、とりあえずちょっとずつ削っていきましょうか。よいしょ。さあ、これで座ったら撃とう。よし、よかった。いけたいけた。さあ、これで2人ですね。ああ、回復薬があと8個か。ギリギリか。食べ物を食べよう。さあ、水も飲んでいきましょうかね。これでどう？まだいるかな？ 3 人ぐらいですよね、いつも、だいたい。あと1人いそうな気もするな。さあ、あえて行って、大丈夫か。2人だけですかね。よしよしよし。これを水晶取ろう。さあ、これで、とりあえずハンターの方は二人っぽかったので大丈夫そうですね。こちらが、あ、嘘。これもなんか入り口がある。怖いな。ちょっと上に登っていきたいんですよね。できたら。これが湖。これどうなんだ？下はどう？酸素ありますね。奥にはないのか。穴があって出れるとかがないですね。単なる地底湖みたいな感じ。ここの滝下もないので、まあ仕方ない。これ上上がりましょうか。襲われるとおしまいですからね。いやー、怖い怖い。さあ、水晶を取る。8番。よいしょ。さあ、ハン
ターが思ったよりいますね。よいしょ。さあ、大丈夫そうかな？大丈夫そうですかね。よし。クリスタル水晶はめちゃくちゃあるな、だいぶ。よいしょ。さあ、これで OK。あとは、どこなんだろう、ここ。どっちか沿いに行きましょうか。右手沿いにしよう。右手沿いで行こう。さあ、どこだ？大森さんもいない感じですよね。大丈夫そう。箱、やっぱりな。箱、火山のところしかないのか。石炭ですよね。もう一回火山 あるのかな。さあ、めちゃくちゃ来たので、もうこのままちょっと戻れるかわからないですよね。怖いな。武器もなければ、食べ物がギリ大丈夫か。さあ、もし戻れなかったら、もう一度ここまで来れる自信は全くありません。よし、死なないように。おお、びっくりした。石炭がいきなり湧きましたね。水晶あるけど、取れるのかな？大丈夫？ハンターいない。さあ、そしてまた湖が出てきましたね。でもこれでもうなんか行き止まりなのかな。あ、まだ奥があるのか。さあ、ちょっと奥行くか。よいしょ。ちょっと潜ってみるか。でっかいですよね。でっかいところ。あ、穴がある？穴ある？穴がある。穴ありますね。ちょっと潜っていこう。これ一周してきたとかはないですよね。あ、そうだね。二つありましたもんね。来るときは。ね、これでまた違うエリアなんか？さあ、危ない。酸素ボンベ持ってきてよかった。これ生えてるのは普通のやつか。行き止まりで、行き止まりではない。どこだ？お、ああ、穴ありますね。むっちゃ暗くてわかりません。よしよし、穴ある。どこかに抜けるのかな？ああ、やばいな。酸素があと3本。酸素あってよかった。酸素は多めに持ってこないと、ひょっとしたら、このまま、またエリアチェンジみたいな感じで、洞窟があれば、あ、ちょっと待って、外出た感じですかね、これ。え、やっぱり戻ってきたのかな？ちょっと一旦上出ましょうか。さあ、どこだ？え、いつの間にか戻ってきちゃったという感じなのかな？よし、とりあえず上に出ましょう。あ、外出れた。外出れたけど、ここどこだ？陸に上がってマップを見ましょう。雪山があるぞ。拠点はあっちにありますもんね。待って、どこだ？よいしょと。さあ、上上がりました。あ、もう一個の海底洞窟なのか。そういうことですね。ああ、ということで、なんとか、ここの間をずっと進んだというわけですね。ああ、よかった。とりあえず、出れましたので、拠点の方に頑張って帰りたいと思います。ようやく帰ってこれましたね。よかった。さあ、ここ、最後の箱取っていきましょうか。まあ、荷物いっぱいでちょっと持ってないんですけどね。よし。さあ、これで初の洞窟を出口、新しいのも出ましたね。よいしょ、一旦中入ろう。火消えてますよね、さすがに。まあいや、荷物の整理は後でするとして、修理の方も、ああ、めちゃくちゃやばいぞ。どっか破壊されてる可能性もありますが、まあいいか。ということで、初のですね、洞窟の入り口から洞窟の入り口の方までたどり着きました。この、どこだ？結構遠いですが、めちゃくちゃ歩きましたね。こんだけ繋がっていました。まあ、感想的には、普通にそんな出口から出口まで行かなくても、なんだろう、地下のマグマのところを探索して、まあ、来た道戻ればいいというような感じですね。中には黒水晶がありましたね。これもあれかな？これじゃないや。どれだ？これですね。あ、これもやっぱり分解するタイプなので、
今後は多分これ必要となってくると思いますので、また機会があったらちょっと取りに行きたいと思います。ただまあ水晶は今回49個も手に入ったので、しばらくはまた行かずにですね、拠点の強化に励みたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.